ご無沙汰しております。デザコイの影丸です。今宵もあなたに素敵なデザイナーズ物件を紹介いたします。本日紹介する物件を分かりやすく一言で説明するならばこうです。サブカルタウンに佇むアートを感じるデザイナーズ物件。夏はすぐそこ、広々テラスで日光浴。本日は下北沢駅に来ております。2013年の小田急線地下化に伴い新しく生まれ変わった下北沢駅。久々に足を運んでみるとその進化にびっくりします。周辺には大手スーパーが複数店舗あり、無印良品、ユニクロ、湯沢屋などチェーン展開している店が多くある便利な立地です。駅周辺には多くの飲食店が軒を連ね、中でもカレーの店舗は下北カレーフェスティバルが行われるほどの多さです。街を歩いているとスパイスの香りがして食欲をそそります。ヨガファイヤー。そして古着店などの衣料品店、ライブハウスや劇場が多く、サブカルチャーを楽しめる街でもあります。物件に到着しました。2018年11月に建てられた地上5階建ての築浅デザイナーズマンション。ブラウンとグレーを基調とした外壁が特徴的。間取りは 1LDK と 2LDK をご用意。小型ペットも相談可能ですので、ファミリーにおすすめできる物件です。建物の周りには緑が植えられています。建物側面はヘリボーン柄の外壁デザイン。さらに進むとモノトーン柄が見えてきます。エントランスはグレーの濃淡が綺麗な六角形が並ぶポップな内装。この柄に慣れるまで時間が少しかかりそうです。おしゃれすぎてってことですよ。メールボックスと宅配ボックス完備。脇を進むと駐輪場がございます。数に限りがあるので空き状況は要チェックです。了解。オートロックを解除し建物に入っていきましょう。エレベーターには監視カメラがついています。常に中の様子がわかるので安心感ありますね。目的階に到着。空が晴れ渡っていて気持ちが良い。それではお部屋を見ていきましょう。目の前は壁。どうやら左右に動線が分かれているようです。まずは右側へ。シューズボックスは大容量です。幅、奥行きともにゆとりがある広々としたスペースです。脇には全身をチェックできる姿見がございます。後ろにはコンパクトな隙間収納、そしてクローゼット収納。玄関収納が充実しています。オープン。奥に扉、開けてみましょう。洋室約 5.2 畳です。なんと玄関と洋室の両サイドから使えるクローゼット収納だったのです。本来のルートとは違うので戻りましょう。玄関入って左側へ進みます。こちら洗面所です。広々とした洗面台です。鏡裏面は収納となっています。洗濯機置き場を発見。上部は収納スペースになっています。続いてはお風呂です。
濃い木目の壁面が高級感ございます。なんでこの色にしたんだろう。あ、カレー。続いてはトイレ。白を基調とした清潔感ある内装です。収納棚は高さ調整可能です。続いての扉、先ほど開けてしまった洋室約 5.2 畳につながっています。照明はついていないので暗いままのご案内になります。あ、足元お気をつけください。いよいよメインフロアのご案内になります。準備はいいですか。リビングダイニングキッチン約 13.2 畳です。南向きの窓から光がよく入り、気持ちの良いリビングダイニングです。キッチンは対面カウンター式で、一家団らんしてる絵が浮かんできます。低めのカウンターテーブルが設備としてついており、食事はもちろん、お子様のお勉強やご自身のちょっとした作業の際に活躍しそうです。あ、コンセントも脇にございます。続いてキッチン、ファミリータイプですので、シンク、作業スペース、コンロとスペースが十分確保されています。キャビネットを見ていきましょう。小分けに分けられた収納スペースが嬉しいですね。せっかく下北に住むんです。スパイス専用の引き出し作っちゃいましょう。そして用途が謎の棚、高さのある筒状の何かを置くんでしょうか。キッチン背面上部に釣り戸棚、プッシュ式で簡単に開けることができます。換気に良い窓もついています。洋室 5.2 畳の向かいに 3.2 畳の小さな部屋もございます。この部屋にはエアコンがナッシング。続いてはバルコニーを見ていきましょう。物干しハンガーがついています。景観をどうぞ。通りに面している建物のため、開放感があって気持ちが良いです。内見は快晴の日に限りますね。ん？なんか奥行けそうだぞ。段差を乗り越えると、ルーフバルコニー約 15.6 畳、洗面台もついているのでガーデニングを楽しめそうです。ガーデン家具を配置して日光浴楽しみたいですね。ウィッキー、最近よく焼いてるよね。夏がすぐそこまで来てるって？パリピじゃなくてパリモンかよ。パーリーモンキー。本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。ルームマップはこちらです。ルーフバルコニーのインパクトがすごい、ファミリーにおすすめのデザイナーズ物件でした。ファミリーで新たな町への移住を考えている方、いかがでしょうか。下北沢は個性とユーモアを感じる魅力的な街です。あと歩いていると普通に著名人を見かけます。
今日はテレビプロデューサーのかがりさんをお見かけしました。ん？著名人じゃないって。かがりさんに謝って。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の物件いかがでしたでしょうか。デザコイ東京は物件に恋をするをテーマに、東京にあるデザイナーズ物件を紹介しています。都内近辺でお部屋を探されている方いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。私が丁寧にサポートさせていただきます。アイコンとサムネイルのイラストはイラストレーターのザートミさんに描いていただきました。可愛くてポップなイラストを描かれている方です。概要欄にザートミさんの作品が見れるページリンクを載せておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録がまだの方、ぜひ登録よろしくお願いいたします。それでは次の物件でまたお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。ベンチャー企業に就職したばかりの新入社員の北沢です。日々の業務に正直疲れ果ててます。そんな中、ふと一つの広告が。そういえば最近本読んでないな。営業先の下北沢を歩いていると、ある一つの本屋を見つけた。古書ビビビビビビってきたものを選べってか。ふう、ちょっと覗いてみようかな。店内にはさまざまなマニアックな書籍が並んでいた。本を眺めていると、どこからか声が聞こえてきた。うん、店内には誰もいない。おい、てば、しけたてしてんな。どうかしちまったのか。でも、確かに聞こえる、私を呼ぶ声が。恐る恐る、声をする方向に目をやると、奴はいたのだ。バサ、バサバサバサ、バサ、バサバサバサ、こちらだけして。おい、やっぽー。いや、キモ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 。未知を放つ、ビビビと購入いたしました。たまには寄り道もいいものです。